お、イベントでこれ。イベント多いな、このゲーム。あれ？誰もいないね。というか、よく考えたら、過去の私もシーサさんを探してたじゃないですか。まあ、そうやな。あ、ということは戻ればよかったんで。そのまま終わったら来てくれたんだな。私の家にいるなら、探しに行く必要もないでしょう。そうだけど、ほら、入れ違いってこともあるじゃん。私も心を探してたとかさ。そんな偶然。あ、心いる？あるもんなんですね。あれ、心いないの？どうしようかな。これこれ、私や。過去心なら私の家にいるよ。入れ違いだからすぐ戻るといいよ。そんなことしても聞こえないでしょう。それに下手に触れると面倒なことになりますよ。まあそうだけどさ。なんだか自分のこととはいえ心と一緒にいないってなんか変だなぁと。ここで過去心が戻ってきてくれたら完璧なんだけどな。そう、うまいこと起こらないよね。うまいこと起きてしもたわ。あれ、シエサさん、私の家に来てたんですか？わお。その驚き方だ、なんかすごいかわいい。心、いいところに来た。こっちこっち、ちょっとこっちに来て。ちょっとシエサさん、押さないでください。行きますってば。さて、思いもかけず、私たちの友情が再確認されたわけですが、恥ずかしいので、そういうのは言わなくてもいいです。とりあえず、二人の後を追いましょう。あ、まだ増えた。いつも二人で一緒とか。ラブですね。ラブパワーなんですね、これ。エンジャンとか。一緒の記憶。いつも一緒にいるという記憶と。意志力。孤独ダメージ 30% 減少。孤独ダメージってだいぶわかるわ。友達か、俺いないな。こっちも同じかな。大体同じやね。よし。とうとうシーサスがエンチャントが全部埋まってしまったな。この後はちょっと状況に応じて切り替えたりするような、まだイベントあるんや。結構イベントあるな。カイオンな。カイオル、こっちの方向だったっけ。とりあえずついていけって感じやけど、セーブがまだないんやな。多分これ、いっぺんに2パート分取るんじゃないかなって、編集で2パートに分ける感じでね。セーブポイントまだかな。二人は一体、どこに行ったのでしょう。多分、昔よく遊んでた草むらじゃないの？暗くなるまで遊んでて、よく怒られたよね。確か、このまま道なりにまっすぐ西に行ったら看板があったと思う。その看板からまっすぐ南にある丘の上に例の草むらがあったはずだよ。草むらか。できればそこでセーブしたいけど、あるかな。あ、なんかセーブできんのこれ。セーブさせてほしいんやけど、セーブできんのこれ。あの犬話しかけたらまたイベント起きそうで怖いな。セーブポイント。ああ、戦闘始まった。なんだかのダンプティーってやつだし、なんかすごいめんどくさいな。よーし。多分編集上カットしてるわ、これは。こういうなんかあんまり大して変化のない戦闘をカットすると思うんですよね。多分ね。それよりもセーブポイント欲しいんやけど、セーブポイントすく。この犬もしかしてセーブポイントとかいう話けど。違った。イベント始まってもた。お、こんなところに犬がいるよ。というか、私たちのことを見えてる？見えてはいないようですけれど、何かしら感じているようですね。もしかしたら匂いが残っとるかもしれんな。匂いだけは。動物は昔から感覚が鋭いですから。そんなもんかな。
心？可愛いです。あー、心は昔から犬が大好きだったもんね。猫より犬の方が好きです。犬は愛情を注ぎばそれだけ返してくれますから。猫は何かダラダラしてるあたりがどこかの誰かと被ってん？何か言った？いえ、何でもないですよ。はあ。おお、来ました、ペットの新年。心バージョンで出てきたね。心もペットの信念突き出して不安ステート耐性プラス 50%。 アニマルセラピーもここまでしたから、すごいな、魔術的なものを感じるな。まだ戦闘じゃ、見たことあるやつやな。おーし、弱点ついたらもう一撃。お、心レベル2に上がりましたね。ダブルショット。そうか、銃やけんな。使いような銃の方、アシリさんもレベル上がった。レイって何？魔法や、絶対レイってよ、魔法や。これはあれかな。あ、なんかアイテム増えてる。アロマソウ。まあ、70ポイントも HP 回復してくるんじゃ。HE やけどな、このゲームじゃ。スキルかな？じゃあ、特技。これじゃ、性質を持たない弾を連続して打ち出す。もうボーイッシュっていうかハードホイルドになってきよんねん。心ってそんなに男の子っぽくはないよ。それに対してレイ、性質を持たない光線を浴びせて攻撃する。光線ってウルトラマンかなんかな。すごいな、1000ポイントが欲しい。1000ポイントどこ。まだ戦闘、戦ったことあるやつですね。戦闘はまあ属性をついたらまあ簡単に倒せるってことは分かりました。それよりセーブです。このゲームセーブポイント少なないですか。あったあったあった、ようやく見つけたわ。さて、これこのパートどれくらいにしようかな。切るかな。すっごい微妙なタイミングで終わってしまったんよな。椅子のことをもうちょいやって綺麗に2パート13分とかそのぐらいでずつで分かれるようにしたいな。暗くなる前にお家に帰りましょう。はーい、じゃあ帰る。いやだから。もうちょいちょっと探索してセーブポイントが見つかったし、そこでセーブして終わる感じにしよう。よし、これカットしていいんかよ。本当に1回だけ、各パート1回だけ戦闘を行って、初めての敵が出てきたらそれを見せるぐらいの感じで、残りはカットカットカットの方がいいかな。まだ同じ敵や、大体一緒なんやな序盤は。あ、憂鬱になった。憂鬱って何や。あー、これ暗黒のやつじゃ。攻撃力、いや命中率か、逃げようか。命中率下がるやつなんよな、厄介やな。あ、間違えた、当たってない、綺麗に避けられた。これ、あ、当たった、当たれば一撃なんやけんな。なんとかしてもらおう。憂鬱か、これやな、はい、当たるやん。意外と当たったやん。孤独、これ孤独が弱点、憂鬱、あ、当たらん。ユーズ、いや、当たった、よし。結構当てるな、心。よっしゃ、よっしゃ。確か暗黒って、ほら、戦闘が終わったらすぐに消えるんやな。よしよし。それよりアイテムさっき、死神の薬草、あ、戦闘不能から復活させるやつじゃ。あったわ、なんかパート3で、ショップのところで、こんな死神とか出てきたらあかんやろとか言うた。あんま買わんでも手に入ったりして、結構回復もせんでいいぐらいの戦闘やけん、まあアイテムはほとんど使わんでいいってことです。戦闘もおっと、セーブポイント戻ってきた。そういや、これいちいち回復してもらえよんやな、これ開いた瞬間に。
すごい便利なんよな、これ。回復アイテムいらん。これも理由か。アイテム使わん理由の一つやな、これ。セーブポイントに来てしまったら、もう回復アイテムいらんもんな。回復してくれるけんさ。多分アイテム、ソルが溜まっても、そんなに買う必要ないかもしれん。買っても使う必要ないかもしれんって感じになるかもしれん。とりあえずここでセーブしよう。多分この後なんか心とシーサが出会ったあたりでなんか一つ目のようやくボス的なのが出てきそうな気がするんよな。まあそんな感じでとりあえず今回はこの辺で最後に見ておくもんなんかないよな。ないっすね。これがすごい気になるんですよ確か。あそうじゃん、なんか6冊なんか書物があってそれを集めればなんかサブイベントかでなんかあるとか言おったけど、もしかしたらそれの1冊かこれ。まあそれは多分実況ではやらんと思うんで、興味がある人は6冊全部揃えてみてはどうでしょうかみたいな感じになると思います。というわけでまあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。 See you again。